じゃんじゃかじゃーん。はい、絶好調の荒木です。はい、今車内にいますけどもね、ちょっとね、車をねちょっと橋に止めましたっていうのがね、ちょっと気になる景色が私視界に入ってきまして、その景色っていうのがね、ここなんだろうってでしょ、ね、ちょっとこれね、そう、実は私今ね、熊野谷の大欅といって、あ、そうだ、現在地がね、今あの熊本県阿蘇郡南小国町におります。でね、実はそう、この目の前の今ね、道路を私走行しておりまして、ちょっとパッと気になった景色が見えましたので、さっとこの横のね、なんか公民館らしきところのね、隙間に車を停車したんですけどもね、こう歩いていきますけども、ここなんですよ。ちょっとなんだろうなと思いましてね、これん、ちょっとね、字が読めないな、なんて書いてます、皆さん読んでます、あ、読んでくれていますね。はい、ではちょっとさらに進みますけど、これなんだろう、ここね、え、水の流れとこのほら、ほら、なんかめちゃめちゃなんかおしゃれな感じのお庭っていうか庭園っていうか、ダレンチなのかな、これなんでしょうね。ここなんですけども、ちょっと光の逆光になるから、ちょっとね、あんま向こうけど太陽光が入ってきてちょっと見えにくいかもしれんけど、この石にはね、竹熊って書いてるのかな。でこのカメラぐーっと横に寄せますよ。こう建物がね見えてますよね。この建物がね、ちょっと私先ほどからこう気になりまして、なんだろうなと思いつつも、でね、はい、この石畳はずっとあります。誰かんちのお庭かな。ここなんかな。ここでね、ちょっと見てよ、ほら包まれてますけど、むちゃくちゃ風情があって、これ水が、え、お店かな、博物館、何でしょうこれ、何だと思う、何でしょうこれ、え、で田園風景が望める、この水の上にね立ってる、これなんだこれ、マジ、そう、この景色が私ね目に飛び込んできたんですよ。で今ねカメラを回しているんですけど、測らせてもらおうかな、ここなんだこれ、これなんでしょうね。あ、でもめちゃくちゃ綺麗っていうか、どの風景も望めるこの場所で、さらにほら、この目の前にはこのね、ほら池っていうか、これ作ってまして、これ人の力なんでしょうね、これね。ちょっとここに看板ございますけども、これほら、あの竹熊と書いていますよね。で画面を横にずっとすると、喫茶竹の熊ご案内ということで、ここに地図がありまして、これ全体がカフェ喫茶になってます。でここも今閉まっているような感じですけど、でこっから県内に向かうのかな、こう歩いてね、めちゃくちゃいい、マジで、でこのロケーションを望める、こっからこんなとこできてたの、うわこっからの眺めがマジでめちゃくちゃ綺麗、すごい素敵だ。まずこのね、石段をずっと階段を降りてきますよ。結構ずっと降りてきたでしょ今ね、カメラを今引いての撮影ですよ。降りてきて
降りてきて降りてきてここに降りましたと。で、あのぐーっと進みましての、はい、お店ね、喫茶への入り口が正面に見えております。こちらガラスのね竹熊でありますよね。ここが入り口ですね、お店に入る。今もなんか閉まっているようでございますけども、でちょっとこっから望むこのロケーションの景色素晴らしい。マジでこれ、この庭園マジめちゃくちゃ綺麗。嘘、これは素晴らしいの、もう人、うわこれ声失うな、むちゃくちゃ綺麗で、一面が田園風景を区切るような形でこれね池となっておりまして、でぐーっと振り返りもほらね、今このお店までね来た通路でございますけども、どうですかこのこの雰囲気ですよ。はい、でぐるーっと回りまして、ここがお店ね、熊竹熊、うわめちゃ、え、じゃここで喫茶でここでお茶をいただくのかな、このガラスの、で奥にお、ここにもまた待合室っていうかね、なんか椅子がご用意されておりますが、あ、だからここでコーヒーを、コーヒー、まあ、ドリンクなんかを持って、飲むのはもう多分まあ、あそこの上でお茶をいただくというようなスタイル。めちゃくちゃいいこれ。知らなかったけど、うわっ。これちょっと営業時間ラインに来たかったな、ここの。でほら、あそこでねドリンクをいただいた後にこれでね、この田園風景を望みながらのね、はい、ティータイムが楽しめるというお店でございました。うわー素敵だな。ちょっとねこれ外側からもねちょっと見てみたいな、せっかくですので。でちょっと私今ほらちょっと公民館止めてますけども、あったあった駐車場がカフェ竹の熊駐車場ということでね、こちら正面に竹の熊駐車場がね広い敷地でございましたけども、うわマジで、竹の熊ってところか、うわちょっとね今歩いてちょっと外側からさっきねこの景色ちらっと見えたから、あそこで車を止めてね撮影を開始したんですけども、だからもう突撃ですよ。いやただね最初に私がこの見た景色をねちょっとそこまでちょっと今もうねどこで今向かってますけどもね、よしよしよし、最初え何だろうってここ何だろうっていうのがね、いやこれ誰でもそう思うからねっていうのがこれ見てください。来ますよ、カメラのアングル変えますよ、カメラのアングルをぐーっと変えましたよ。はい、この景色ね、そして私この田園風景を望みながらね次の目的地に向かっていたんですよ。そしたらはい、ここ正面にほら見えてるこの目の前のあの展望台のような建物、和風のこれが最初目につきまして、何だろうと思いました。あちらでハンドルを切り車を止め突撃撮影をしたという形ですけども、実際の足を運んで見てみるとあんなに素敵な喫茶があるから、いやして特にまたほら本日雲一つない青空が広がるこの晴天の中で、ちょうど田んぼには水があり、で今度稲が育ちで、この田園風景を望む形でのこの喫茶店のもしお茶コーヒー等が飲めるんだな、もうこれほどの癒しはないですから、いやー素晴らしいお店見つけたな。いやーただねもう今もう本当時刻が18時、夕方の6時になろうとしている時間帯なのでね、多分営業時間が何時まで空いてるのかな、私まだこの細かい時間帯なんかも調べてませんし、まさかあの場所がね喫茶店とは思ってもませんね、
思ってもみませんでしたって言ったから、思ってもませんって、もう興奮状態で言葉が上手くまめってないから、もう本当にね。はい、ということで、ちょっと今ね、またちょっと徒歩で今店の前にね、今戻ってきてますけどもね。いやー、マジでめちゃ綺麗。ボロゴルまとめた。ねえ。いや、でもね、パッと見はもう誰かんちお家かなぐらいしかね、覚えませんよね。喫茶店なんてまず全然気づかないから、向こう側からの景色をね、眺めない限りでは。いやー、でも、これは良かったな。ねえ。いや、素晴らしい景色をね、ご覧いただきましたけども。はい、ということで皆様、動画最後までご視聴していただきありがとうございます。はい、もう一度見てください。ねえ。この田園風景を。はい。いや、素晴らしかったですね。皆さん、ぜひぜひ、こちらがね、熊本県阿蘇郡南小暮町でございますね。はい、竹熊。こちら、喫茶店でございますよ。ね、カフェでございますよ。ぜひ、お立ち寄りいただければな、なんて思います。私もまた、この営業時間内にね、こちら、今回知りましたので、私自身も、ぜひ、こちらでお茶飲みに行きたいと思います。はい、ということで。ね、素晴らしい景色の中のね、ほんとほのぼのとしたなんかもうこのね、喫茶ルームを皆様にご紹介させていただきましたということで、はい、絶好調の荒木からです。では皆さん、またねー。はい。